どうも、スターアイランドです。今回は、スワサイドマウスリラープス、やっていきたいと思います。日本語に訳すと、ネズミ、再発、です。海外の都市伝説、クリーピーパスタの一つであるスワサイドマウスを元にしたゲームを別の制作者がリメイクした作品のようです。それでは始めます。いろいろな意味で怖そうなので楽しみ。オリジナル版と比較すると、グラフィックが鮮明になっており、滑らかな操作性になってますね。元は元でいい味出してたけど、今回の雰囲気も好き。開始早々銃を持てる。いきなり不穏。とりあえず護身用に持っておこう。サブリミナル画像には特に突っ込みません。森は今のところ調べられる箇所なし。じゃあ基本的に東の方向に進めばいいのか。サブリミナル画像には特に突っ込みません。あ。そうだ思い出した。確かここ元のゲームでは。このリメイク版では、どうなる？やばい、グラフィック綺麗になったからリアルっぽくなってる。全部は映せないな。あ、こっちはグチャーってならないのね。正直グチャーを期待してしまった自分が恐ろしい。あとゲームオーバーになったらヒントくれるの親切。そういえば今回は左下にミキマウスさんの産地が表記されてるんですけど、これどう考えてもミディアムじゃないだろ。これ以上下がったらどうなることやら。あれ、あの泣いてる子って、ミニーさんじゃないですか。デイジーが自殺した？デイジーに何があったのかめちゃくちゃ気になるわ。ちょっとこの展開は予想外すぎた。そもそもミキマウス以外のキャラクターが出てくること自体予想外だったけど、そのうちの一人死んでるのかよ。図書館には入れないみたいですね。穴があったら入りたい。入れた。とりあえず炎の中に落ちたらどうなるか試してみよう。なんと、意外なことに炎の中に落ちたら死にました。世界一炎上しないネズミと呼ばれる男でも、炎に落ちたらさすがに死ぬことがわかり勉強になりました。というか、この穴って確か。あの時は面白かったなほんと。暗いので明るさ調整。謎の影はリメイク版でも健在。この毒毒音なんか好き。うわ。出血量少な。あと意外と叫び声小さ。まあそりゃゲームオーバーだわな。首ちょんだし。意味深なホール発見。なんでこんなところにバラ置いてあるんだよ。あったんだ。産地を増やす方法、このゲームにちゃんとあったんだ。笑顔になってもまだ不気味なオーラを感じるのはなぜだろう。罪を犯しても重くになったら進める？どういうことだろう、もう少し進めばわかるようになるかな。
そもそもこれ、ちゃんと元の場所に戻れるのか？戻れるみたいですね、よかった。誰か知らんけどはしごかけてくれてありがとう。よく聞くと BGM めちゃくちゃ明るいな。とりあえずミニーにバラを渡したら少しは元気になってくれるかな。まさかのハッピーエンド回収。というかエンディングスー、ゲームオーバー含めなくても5種類もあるのかよ。意外とボリュームが大きい。とりあえずまだ行ってない場所行ってみるか。階段の先には何が？あ、操作ミスった。海の音って落ち着きますよね。ここも回復ポイントになるのか。猫背が改善されて身長が伸びて気分爽快になって一石三鳥だね。とある大物 YouTuber の猫背が改善されたら187センチに伸びるんじゃないかと思ってる今日この頃。なんだこの明るい気持ちすらくらくしてしまうほどの闇オーラ。どうしたドナルド？あ、マクドナルドの方ですよ。もちろん、マック食べたいなって思ってつい名前言っちゃったんですよ。はは、決してドナルド・フォントルロイ・ダックの名前は出しません。セーフセーフ。彼もデイジーが死んで相当ショック受けてるみたいですね。わかるわかる。本当に精神的に辛い状況に陥ると冷静保てなくなる気持ち。二番目の選択肢は大事な人が亡くなってる状況で言うとまずい。三番目はそっとしておいてと言われそうだし、一番目が一番落ち着くはず。まあ元気取り戻すわけないよな。この言葉で元気取り戻せるならどれほど生きやすくなることやら。死のうと、してるのか。ここよく見るとミキマウスが驚いた表情に変わってるの細かくて好き。ドナルド思ったより重症だな。ミニーと違って泣くことすらできなくなってる。とりあえずドナルドもそっとしておいた方が良さそうだ。ちなみにどの選択肢を選んでも展開はほぼ同じみたいです。救いはない。ここオリジナル版だとなぜかビートたけしさんが出てきて名言っぽいこと発言しますが、今回はどれも開かないみたいです。そしてまるでマリオ64の無限階段のようにループするようです。さっきの闇マクドナルドのせいで気分沈んじゃったからまた海で癒されに行こう。リラックス効果一回きりじゃねえか。あの、花持ってきたんですけど。渡せないんかい。じゃあ救済は忍み。ほら、銃持ってきたよ。手術ヒム。うわぁ。これが産地ゼロになった時の情景か。まだ生きてることを願おう。明らかに3発くらい撃たれたような痛いだけど気にしない。左下の顔もめっちゃ怖いな。ひえー、ついに幻覚まで見え始めたか。顔の部分が脳みそが飛び出てるように見えるのは比喩表現なんだろうか。実際に目を失った、という意味ではなさそう。あ、ミニー。まあそうなるよな。向こうから願われてたとはいえ、ね。後味はっる。え、あれ？今銃持ってる状態なんですけど、シュートハーって書いてある。ということは、まさか。ミニー。今回は特にそういう願望を抱いてないミニーをやっちゃってるあたりさっきよりヤバい。この状況でドナルドまで撃ったらさらにヤバくなりそう。お前ミニーを自主的に殺しておいて何言ってるんだ。
コッパ、サイコすぎる。そういえば、罪を犯したら進める道があるって書いてあったな。ポータル出現してる、これだ、別に盲目である必要はなかったんですね。なんか裸に見えて色く見える。結局盲目になるんかい。モンブランのような見た目で愛らしいですね。これが猫背矯正に失敗したものの末路か。うわぁ、ミニーの命を奪った後に自分の部屋に入ると写真立て変わるのか。地味に凝ってて怖いな。なるほど、この絶望の状況で森に行くとこうなるのか。バッドエンドの一つかと思いきやまさかのゲームオーバー扱いである。あとそのヒントは最初のゲームオーバー画面で見た。精神的に落ち着いた状態で穴に落ちたら変わったりするかな。びっくりするくらい変わってますね。ハッピーな状態から大楽天。どうやら花を入手してから落ちると変わるようです。なぜか知らんけど。でか、お前がこのゲームのラスボスであり黒幕なのか。このモンブラン脳に勝てると思ってるのかな？どこめわらわらわら。どうやらこちらがボロ負けしたようです。ビーチが回復ポイントなのはとっくに知ってます。というか一人殺しても二人殺してもビーチの光景で精神状態安定する事実の方が恐ろしいわ。そういえば、とある場面でゲームオーバーになった際に書かれていた重大なヒントを思い出したぞ。もしあのヒントに書いてあった悪魔があいつのことを指してるなら、この方法を使えば倒せるんじゃね？これ、大丈夫だよね？今度こそ勝てるよね？よっしゃ本当に倒せたー。まあだからといって今後何かが起きる予感とか一切しないんですけどね。あれ、ここ穴とか炎とか色々なかったっけ？救世主のはしごは健在。というか BGM 全然流れないし、サブミリナル画像とか一切出てこなくなったな。産地も表記されなくなったし、表情はミディアム状態と同じだけど灰のような安定感もあるから今の心境が予想しにくいし。しかもドナルドのところも行けなくなったし、何も起きないんじゃないかと思ってたけど、どちらかといえば何も起きなくなってるよなこれ。足音だけが響く静かな雰囲気、悪くないな。あれ、ミニーすらいない？ということは、ドナルドのところに行けなかったのではなく、そもそもいなかった可能性が高い。どういうことなんだ。まさか今までの展開は全部、ミキマウスの妄想や幻覚であり、そもそもミニーも闇マクドナルドも存在しなかったということか？自分自身の最大の壁を壊したことで、現実を見直すことができるようになったということなのかもしれない。ちなみにデイジーは1947年7月11日公開のアニメーション短編映画作品、ドナルドのジレンマで自害を考えるまでに落ち込んだことがあるので、実はデイジーに限っては1947年当時の公式設定と大きくかけ離れてるわけではなかったりします。寝る以外の選択肢なし。他のエンディングと比べてシンプルだけど、圧倒的にプルエンド感ある。これで4つのエンディング回収したけど、あと1つどこにあるんだ。やれることは大体あったと思うけど、森のイベントの少なさとか図書館に入れないあたりがだいぶ怪しいんだよな。無限ループの場所も怪しい。とにかく今までノーマークだった場所調べてみるか。はい、あんまりにもわからなかったので攻略法調べました。先に結論を言います。わかるわけねえだろ。皆さんはどんな予想を立てていたでしょうか？このエンディングを初見で発見したら結構すごいと思います。なんと、その意外すぎるエンドさんの回収方法とは、ミニーを銃殺した後に花を置くこと、だそうです。いやまさかエンディング5つのうち3つもミニーに関連してるとは思わなかったんですよ。
そしてバラに対して、元気づけるラッキーアイテムという先入観を抱いてしまった。だって、このバラを手に持つだけで、脳みそモンブラン状態でも一瞬でハッピー状態に変えるくらいですからね。完全に制作者の罠に引っかかったぜ。これがきっと最後のエンディングですね。バラを渡すって書いてあるけど。あ。めちゃくちゃ悲しい終わり方してしまった。二人が幸せになるエンドか、悪夢から目覚めるエンドを最後にすればよかったぜよ。そういえばこの図書館って結局何だったんだろう。と思ったら入れるようになってた。どうやら全エンディング回収が必須だったみたいです。図書館なのに本一冊しかないのは斬新。どうやらこの本には元ネタになった全ての作品の詳細が丁寧に書かれているようです。ネズミさんが母兵ポスターを見てベトナムに行ってすぐ戦死する、1969年の短編二次創作アニメーションのこと。2009年にスワサイドマウスが都市伝説として話題になり、数多くの二次創作アニメーションが生まれたこと。その他にもハッピーマウスなどの二次創作ゲームやフライデーナイトファンキン進出についても記されているので、スワサイドマウスの歴史本でもあるみたいです。最後の絵かわいい。というわけで、これにてゲームは終了となります。久しぶりにディランドに行けたような気分になり楽しめました。いろいろな意味でドキドキハラハラしたし、ドキドキハラハラしますね。それでは、ご視聴ありがとうございました。